い、こんにちは。今日ちょっとですね、画面が斜めなんですけど、すいません。今日も意識のお話、超意識の話をしていきたいなと思います。今日はね、なんで私が超意識がおすすめなのか、もうみんな本当つながった方がいいっていう風にね、思っているんですけど、なんでそういう風に思うのかっていうのをね、お伝えしたいなっていう風に思いました。で、超意識のことをね、知らない方のために簡単にご説明しますと、私たちが普段考えられる意識っていうのが顕在意識 3% から 5%、普段頭で考えられる意識っていうのが顕在意識って言われていて、 3% から 5%、一説では1% って言われてるぐらいの領域の意識であると。でその下に潜在意識っていう無意識領域があって、でそこではね、生命の維持機能だったりとか、私たちが無意識で普段やってること、臓器が動いてたり心臓が動いてたり、無意識でも呼吸をしてたりとかっていう自分の無意識領域、今まで生きてきた中の、聞いてきたこと、見てきたものだったりとか、生きてきて思い込みが作られているものとかね、無意識のものっていうのが全部入っている潜在意識っていう意識がありますと。でそれが残りの 97%、 95% っていうね。でその下にもうそれはもう個人の意識なんだけど、その下にもうさらに大きな意識があって、宇宙が生まれた時の宇宙の意識があると。でそれを超意識っていう風に言っていて、でそこではスピリチュアルでいうようなアカシックレコードだったりとか、宇宙図書館、もうそこに行ったらもう完全解凍っていう風に言われています。でそれぐらいすごい大きい意識があって、そこに行ったらもう過去も現在も未来も全部ある、しかもなんか全パラレル分があるっていうね、なんかとんでもない意識があると。でそこにですね、私たちもつながれることができる、もう誰でもこれはつながれることができると。で私がこうなんで超意識をおすすめしているのか、いいなというふうに思ったかというと、なんか超意識の考え方が潔すぎて、潔い、もう早い、っていうところ。なんか超意識とつながる人ってなんかすごい勇敢な魂の持ち主なんじゃないかなっていうふうに思っているんですけど、超意識的なマインドとしてはもう頭で考えていることが人間意識であると、いう感じなんだよね。だからなんかね、もうブロックとかインナーチャイルドとか、そこをねもうすっ飛ばしていけるっていう感覚なんですよ。そうで、インナーチャイルドが弱いことにしてるのも、心のブロックがあるっていうのも、もう自分が作り出しているっていう、自分がそうだっていうふうに思ってそういう現実を作っているというか、そこの現実にもう自分がこう合わせにいっているっていう感じで、そうじゃない自分もあるわけですよ。そうじゃない現実もあるし、何でもできるっていう現実もあると。だからそっちにこう自分がね合わせにいくっていう感じ、感覚なのが、超意識。でみんなこうそれぞれ魂があるから、魂っていうのは宇宙由来のね、何でもできるが当たり前の意識体、高次元の意識体じゃないですか。でそっちにね、もう人間の意識できないとかやれないとか、私はこういう人間だとかね、思い込みがあるとか、そっちにフォーカスしてね、そこをちょっとずつ直していくっていうのもいいんだけども、もうそうじゃないと、もう地球のね重たい周波数とか、ネガティブとかももうたくさんだと、もう楽しく現実創造をしていくステージに私は行くんだぞっていうね、そういうふうに決めた方っていうのはもうこっちにチューニングすることもできるんですよ。で、できる自分っていうね、パラレルワールドに自分が合わせに行くことっていうのもできるんですよね。でそこが私がね、超意識すごいいいなって思ったところなんですよ。でそれっていうのは外側にね、こう何か不足があって、何かこうなんか不足感とかでね、何か外側で埋めるんじゃなくて、絶対こう誰でもね、自分の中にあるものだっていうのも
すごくねこういいなって思ってるポイントで、もう自分とね超意識とつながるっていうことはもう本当に自分と深く深くつながっていくことであるし、自分の中の宇宙を信じていくこと、もうイコールも自分を信じていくっていうねところなんですよ。でも自分は宇宙だし宇宙は自分、うん、で全てうまくいっているっていうのがベースなんだっていう考え方なんですね。でそういうマインドになっていくので、もうね、まあ、他のこととか周りのことのせいにしたりとかもしないし、まあ、自分なんですよ、うん、そうで自分のねやっぱり内側が現実世界を作ってるっていうね、もう 100% そうだと、うん、でどんなにね嫌なこととか嫌な人とかあったとしても、それっていうのは自分がねこう良くなるため、何かこう成長するために起きている出来事であるし、もうそもそもねネガティブに全然捉えなくなってくるんですよね。でそこがね本当にすごいなって思うところであって、で私ってめちゃめちゃモニョモニョ星人だったわけなんですよ。モニョ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 ね頭でねめちゃめちゃね思考を考えていたんですね、まあ、白黒はっきりさせたい、ちょっと極端なところがあったの で行動とかもね結構ね全シャリしたりとかね極端になんかやってしまうところもあったんですけど、まあね超意識もね、まあ、極端って言ったら極端なのかもしれないけど、でも現実が流行るの変わるのがねめちゃめちゃ早いわけなんですよ、うん、で考えることっていうのが、考えていることっていうのがもう答えが出ないこと、うん、だしその同じところでね同じステージというか自分でこう考えていることがもうそもそもこう頭打ちっていうね、考えていることがねこう不毛なことっていう風なのにね気がついていくんですよ。考えていることっていうのがそもそもねこう考えているっていう、思考は現実化するなので、考えている悩んでいることをまた引き寄せるよっていうね、本当にこう宇宙の法則ってめちゃめちゃシンプルだなっていう風に思うのと、うん、なのでねそこに気づいていくとこうねうまーくなんていうかな、でも頭って考えることっていうのイコールその自分がね自分を否定されているとか自分をねこうがないものになってしまうみたいな、そういう感覚でもまた違くって、そうじゃなく自分の中のもっと大きな意識、自分の中の可能性の方をもっと信じていくとか、うん、顕在意識のね使い方を変えていくっていう感じなんですよ、うん、余計なことをね本当に考えなくなってくるんですよね。で引き寄せってさ、やっぱり引き寄せか逆引き寄せしかないわけで、こうなりたいって思っててもそうじゃなかったらっていうのをねたくさん考えてたら、そうじゃなかったらの方をね引き寄せたりとか、やっぱりやめとこうっていうね現実を作ったりとかしているわけなんですよ、うん、でめちゃめちゃこっちの方がねスキルが高いんですよね。私たちってこの頭でね普通にしてたらうまくいくところを頭でね違うものをちゃんと引き寄せているっていう、めちゃめちゃスキルが高いことを逆にねしていると、うん、でそこをねこう頭で考えるとか今までのねこう思い込み、うん、なんかシンプルなものをねものすごく複雑にしているっていうのが私たち人間なんだなっていう風に今までの私でもあるし、なんか本質ってめっちゃシンプルやんっていうねところであります、うん、そうそうそう。でこういうねこういう風にね意識が変わったら行動も変わるし現実が変わるっていうのがね当たり前なんだっていう、みんなその力がある、うん、その力があってそれを思い出していくだけっていうね、そこがね私が超意識をねおすすめしている理由でございます、うん、超意識にかかったらね本当にこう実にこう自分がね現実を作っているっていう創造主であるっていうところがねもうブレないんですよ。
そうぶれないから、ありたい方にだけこうエネルギーをね抜けていく、うん、でそう自分の中でさ、こういろんなこう自分がやっぱりいたりするわけで、これ やりたいけどでもこれ怖いとかやりたくないとかね、でそこもねこう合わせていくというか、でどうしたいのっていうねところにねこう意識を合わせていく、でね自分の中のエネルギーがこう揃うと、もうそこにねだけにね使っていけるので、そりゃ早いんですよ。そりゃねもう行動もできるし、現実も変わるのも早いし、で超意識のいいところっていうのは、自分のね潜在意識でありたい方向を決めると、うん、でもこうありたい、もう自分のね頭でどうやって行ったらいいか分かんないぐらい大きなこう理想とか、そういうのを決めると、そしたら潜在意識や超意識がね生き方を教えてくれるんですよ、うん、だから自分でこう自力を超えたところにまで行ける、うん、そうっていうのがねすごいいいところです、うん、でもう本当にこう自分が大好きになっていくし、うん、そうそうそう自分が大好きになっていく、もう自分がね現実の創造主だっていうのをね毎日感じながらね生きていくことにもなりますし、人生がキラキラしてくる、うん、でチャレンジがね楽しくなってきたりとか、もう伝えたいことがね山ほどあるんです、うん、で、まあ、そんなね超意識っていうワードを知ったあなた、うん、あなたに超意識とは何ぞやというね前回もねやったんですけど、前回もやってすごい好評をいただいた超意識のインストール、うん、意識ってこう移っていくものじゃないですか。意識ってね一緒にいる人の意識ってねこう移ってきたりするじゃないですか、まあ、よく、まあ、例えるとこうネガティブな人がいたら、まあ、自分もなんかそういうのもらってしまうとかね、逆にねこうすごいやる気に満ち溢れてる人がいたら、なんか私もこうあ一緒にやるぞっていうね気分になったりとかね、意識ってそうやってこう移っていくものなので、インストール超意識インストールセミナーっていうのをね、やっております。で前回よりちょっとパワーアップしてやっていくので、ぜひぜひ無料でねやってますので、興味ある方は公式 LINE にご登録くださいませ。はい、ということで今日は私が超意識をねおすすめする理由ということで、こんなね画面が斜めの中、ちょっと雨も降ってきましたが、森の中からお届けしました。ありがとうございます。